ウラジミール・ボルチコフは、ベラルーシ・ミンスク出身の男子プロテニス選手。2000年ウィンブルドン選手権男子シングルスでベスト4に進出した。ATP ツアーで、シングルスの優勝はないが、ダブルスで1勝を挙げた。身長180センチメートル、体重76キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。7歳からテニスを始める。 1995年にプロ転向。2000年ウィンブルドン選手権では当時世界ランキング237位で予選から勝ち上がって4大大会自己最高のベスト4に進出した。準決勝でピート3プラスに67、26、46で敗れた。2001年ウィンブルドン選手権でマックス・ミルヌイと組んだダブルスでベスト4に進出している。2003年2月、 三のゼ大会のダブルスでリトールサワと組んで優勝した。これが唯一の ATP ツアータイトルになった。2004年にはデビスカップベラルーシ代表のワールドグループベスト4進出に貢献した。ボルチコフは2000年シドニーオリンピックと2004年アテネオリンピックにベラルーシ代表として出場している。シドニー五輪ではマックス・ミルヌイと組んだダブルスでベスト8に 進出している。2008年7月のデビスカップを最後に30歳で現役を引退した。2015年よりデビスカップベラルーシ代表の監督を務めている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、 A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。